雨が続いてですね、はい、すごい朝光に行けないおかしいよねおかしいよねっていやお天道様もしょうがないからなんでよなんでよじゃないお天道さん無理でもあ、カッパ支給しましょうか無理カメラ GoPro なんで大丈夫こっちが防水効いてない心の方のね、防水がね、はいってことで、はい、まあ、2月も後半差し掛かりまして、はい、ぼちぼちもう春イカシーズン到来するんじゃないかということで、今回はですね、はい、エギング初心者さんに向けての、春イカ講座ということで、おはい、春パチパチなのか分からない春って言ったら、まあ、アオリイカ、うん、産卵を控えたアオリイカが大きくなる、まあ、接岸してくるというお話なんですけど、うん、そこら辺をちょっと具体的にね説明していきたいと思います、はい、今回はですねボラコとフミオ先生の方から落とす好きでしょこういうの、うんうん、そうですね待ってました待ってました言いたかった春イカって何なのかっていう、うん、ね、まあ、素朴に、うんうんうん、まあ春イカっていうのはですね、まあ、アオリイカ基本的に1年しか生きないと言われてるんですけれども、うん、まあ、その1年を通してですねこの春の時期水温がまあ安定してくる時期その時期に沖から岸の方に入ってきて、まあ、安定する地域にとどまると藻場を見つけてカップリングをしてそこで産卵をすると接岸して居ついた大きいアオリイカを、まあ、釣ろうじゃないかと、うん、それを春イカと呼んでおりますと。お話に出ましたけど春に咲く藻があるみたいで、うんうん、自分が知ってる春の藻はホンダワラスあのプチプチしてるやつですか。ああ、しとるしとるプチプチがあるあるある長崎はよく生えてるやつですね、うんうん、もう引っかかってきたらすごい長いやつね、うん、長いやつね藻箱攻めてる時いつもあんの、うん、こうエギ投げるじゃないですか、うん、でこう投げて沈んでる時に、うん、こうイカが持っていく時って持っていくのとめちゃくちゃ似た感じであいつ持っていきません藻がねあいつ持ってきませんあれ合わせちゃいませんあれまあまあでかそうな感じでいくんですよね下からグーってくるやつねあれはうわーってなるもんねあれ皆さんありますよめちゃ似てる、うん、あるあるですよ、ね、あるあるですよ、ね、あと砂地に生えとるやつが、アマモ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 緑のネギみたいなあれねあれもイカつきますよね、うん、らしいですね、うん、あれも確かに確かにあと噂なんですけど、うん、テトラとかにもやるそうですよ あれあるって言いますよね、それはなんか今は藻場が減ってきて、うんうん、でイカもこう産卵する場所がなく、うん、やっぱりする、うん、もう自然の道理でもう多い藻場になんでするかってなったらやっぱ天敵の魚とかから守るためにやっぱ藻場に隠すって言われてるのがやっぱだんだんなくなってきて、うん、もテトラとかそういうところにもうしかなくなってくる年々、うん、藻も少のなってる気するよね、うん、はい磯焼けがひどいですもん ね長崎市内の方は特にねうん激しい激しいよね激しいほんとほんとのお話の中で、ね、接岸して藻に、産卵するとかお話がありましたけど、まあ、皆さんどういったポイントを狙うのかっていう、うん、エギング始めた当初思い出してくださいよどこで釣れるイカみたいな、どういったところに、まあ、イカが接岸して産卵するのかっていうのを自分がエギングを始めたのはそもそも春だったんですよ、ね、あほうほうほう3月ぐらいに始めてもう春シーズン入るぐらい、はいはいはい、そうですね磯場が結構なんつうんだろうもう全体的に砂地でほうほうほう結構もう下が見えるぐらい浅いんだもうめちゃめちゃ浅いキャストして届く範囲は結構浅いイメージのところでスーパーシャローとか使ってゆっくり誘う感じでしたね、はあはあはあ、ちなみに何メートルぐらい水深はフルキャストしたところで多分 4,5 メーターとかじゃないかな手前はもうほんと 2,3 メーターあるかないかなるほど続いてじゃあ、はい、まあ私なんすけどエギングを始めて2年目の7月頃に釣ったんすけど大きい漁港の外海側で捕食で入るって言われてる場所でそこも結構浅くはあるんですけどこうすごい駆け上がりになってるようなポイントでテトラのところからこう投げて誘って1キロぐらいやったんすね1キロじゃあ加藤ちゃん僕ですね島と島の間のがこうあってそこの潮がこう入ってくるタイミング流れてくるタイミングが結構激しいところですかね
まあ湾内ではあるんですけど、湾内から、湾内って言ってもちっちゃい湾ですよ、ちっちゃい湾がこう逆側の海に続いてるっていうところ、その時はもう満潮やったんですかね、朝まずめのタイミングでズッキュンだったんですよね。これ前回ショタとモッチと思い出巡りをしたとこのポイントでも、うん、あそうですありますよね。あそうです、ね、うん、はい、ここ昔から良かったの、やっぱりね、あそこはもう聖地だったんですもんね。俺が始めた時もあそこ良かったっすもんね。よしよった春場って言ったら磯場メインの立ち回るイメージかなっていう、シャロー、シャロー地帯のそれこそモッチとの思い出巡りのモッチの一番最初の場所ですね。 あそこが初っぱな自分は釣ったのが初めて、なるほど、で思い出が強いところですね。なるほど、まあ、磯場の土砂郎ということですね。そうですね、磯場モッチとショタは磯場で地形もちょっと似とるよね。あ、似てますね、こうあ、まあね、浅くなって湾、うん、があって浅くなってみたいな、ね、うん、そうですね、やっぱいくら産卵とはいえ多分捕食もするタイミングも絶対あるじゃないですか、うんうんうん、そうね、だけ潮通しもいいかつベイトもたまるワンド、うん、プラス もちろんその海藻が生えてるようなこうちょっと入り込んだところ、はい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 、ちなみに僕はここです、ドン、大きいフェリー乗り場の浮き桟橋の僕はここなんですよ、うん、ワンちゃワンよね、うん、漁港のワンっていうかね、うん、結構深場っすよね、深場深場、あでもねそれこそ駆け上がりにちょっとなっとって、へえ、そうなんです、ストラクチャー号だとか、あ、へえ、なんか沈んだ何かがあって、へえ、うん、なんか変化のあるポイントがあるんですよね、そこにこう産卵でこうプッて入った来たとかもしれんし、うん、元かも生えやすかったり、そういうストラクチャーにも、今季節の時期出たじゃないですか、うん、何月に、まあ5月ですよね、はいはい、何月やった最初、ちなみに半袖半ズボンやったけど、多分俺もっと遅いと思う、6月とかじゃないかな、俺は多分長袖やけ寒いんじゃない、3月とかかな、3月ぐらいですよね、俺は4月入ったすぐぐらいですね、自分は多分、個人的なあれですけど、春イカ始まるのって2月の末、もう今もう始まり始めてると思うんですよ、まあ、さっきもう20ですからね、うん、言ってたと思うんですけど、まあ、立春終わって春一番長崎も吹いておりますと、うん、少し深場の餌をいっぱい食べれるようなポイントにまず入ってきて、でそこから徐々に移行したり、まあそこでいいペアができれば産卵場、その毛も生えてればそこに入っていくと思うんですけど、今まだ、まあ、そこまで行ってないんじゃないかと、まあ、サイズ的には春イカのサイズにぼちぼちなってきてますよね、うん、キロアップとかぼちぼち超過効くんで、はい、そういうポイントに今入ってきてるんじゃないかというふうに自分はちょっと、うん、なるほど、思ってるんですよ、2月の末には捕食のために入ってきてるんじゃないかっていう推測、うん、そうっす、スーミンのに補足じゃないけど、うん、だいたい自分は6月の中旬ぐらいまでがまあ春シーズンかなってと思ってるんですけど、ペアリングする相手を見つけて産卵を引き始めたら次釣れにくくなるんですよね、うんうん、でそれが始まるのが多分3月の中旬ぐらいからがめちゃめちゃ増えてくるのかなって、で目の前でペアリングしたイカがおってエギ投げても、もう見向きもせずにすごいあるある、春場大きいイカを取りたいなら、初心者の方で取りたいならその前、うん、この2月の後半から、まあ、4月前ぐらいまでにちょっと集中してそのシャローエリアだったりを攻めてみたらいいかもね、なるほど、もね、ドカ食いするって言われてるよね、あの卵を作るのってすごい大変でしょ、卵作ってもらえないオスだから一応種類そもそもね、そもそもや卵ないまあ春以下におすすめのエギということで、うんうんうん、俺とショタは一緒よね、多分この日本です、はい、そうですノーマルもいらないですよ、春場は、なるほど、はい、シャローとスーパーシャローがあればいいです、そうそうそう、もう一個忍ばせるんなら3号か 2.5 号のちょっとちっちゃいエギ、なるほど、を藻場に乗せておくのも一個の手だと、なるほどですね、僕はですねかぶっちゃうんですけど、うん、ブラッチェのシャローがスーパーシャロー、もうだってこれめっちゃ釣れるんですよ一緒やな、使いやすい、そしてあまあエギオ系シリーズは確かにね、アルバはマジで強いですよ、ね、姿勢が安定してるからですね、うん、使いたいやつあるんすけど、デールの、うん、ノーマルなんすもん、うん、しかないからね、うん、ノーマルじゃちょっとないのよ、いやそれで戦えないんだったらエギンガーって言わないそうよそうだよ、ノーマル身がまるワークお前こっちとらお前何年か縛りでやってる縛り誰も縛ってる自物の
縛りがあると思う。呪物ではない、おかしい。いやいや呪物だからあれ1メートル、2メートルであんなこんなやつ使う呪物やね、特急やこうなるなと自分でこうしてこうして息を割ると自分でさびいてねこうやって息を割るとということですよってことでマー君の方は、はい、僕はですねやっぱり、はい、夜釣りの、はい、ロングキャストスロー、おお、はい、ただこの使うポイントがあります、それ血を効いてるというポイントだけにおいてはそこを一回使ってみてください。なるほど、じゃあエギオケのシャドウを使っておけばいいじゃないですか。僕ですいやいや、あなたはある僕縛られてないじゃないですか縛りがあるのないじゃない、あなたは23まだ僕待ってるんだけどちなみに俺一番最初に撮ったキルアップはデュエルだったんですよね。あ、そうなんだ。またまたやったんですけど、さっき言ったようにシャローのちょっと駆け上がりになってるゴロタバみたいなとこですね、うん、もうはあんまり生えてなかったんですけど、多分捕食のタイミングなんですね、うんうんうん、そこでしゃくって着底しての放置、うんうん、あ、ステイ、うんで、釣れてるんですよ。おうほうほう、デュエルさんのはもうこれがついちゃってるから。そうね、これ強いから、うん、強いよね、これ ね、 ね、まだこれ、デュエルさんのこと分かってない理論があるんだけど、分かります、これあるの強いの分かるモバでですね、僕、モバの時、夜釣りを結構使うんですよ。ああ、そうなんだ。パタパタってない、うん、なぜかというとですね、パタパタ使っちゃうと、あのモバで使うと、あ、なくなってきません？やたらなくなってくるぞ足、これがパタパタこれが、いやいや3つあったやん2つなってるやん、そういうのがモバに生息してるお魚さんにはなるぞそういうことよね、ステイの時もこれ効くよね、わかるんだけど俺モバじゃないって言いました、ね、そうモバ入ってないって言いましたから、ね、あんまりもう効いてないなるほどね、モバじゃなかったと思うデュエルはステイさせて、はいはい、釣るっていう方法もあるので、うん、それも試してみてはどうですか。ステイ強いっすね、ステイ強いっす、うんうん、ちなみにどんくらいステイすればいいと、あ、俺長い時は3分から5分長い、おにぎり食べれるやん結構基本的にやっぱり違和感を与えないっていうイメージをやっぱしながら放置して、いかにも元からいましたよみたいな感じのイメージを勝手にして3分から5分放置してます。なるほど、その自然に馴染ませるみたいな、馴染ませる的な感じですね、というのも一つの手ですよね。そうですね、と、うん、いうことでぜひね、初心者の皆さん参考にしていただいて、はい、今年春エギング頑張っていただければと思います、はい、では最後先生に、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、今回ねちょっといろいろ話させていただきましたけれども、少しでもね、初心者の方に水の春なの、お前はポジションが金曜ロードショーのお時間になってまいりました。ごめんごめんごめんやったって、うん、はい、それではですね、今回いろいろ話させていただきましたけれども、少しでもね初心者の方に参考にしていただけたら、もう一回初心者の方の、あ、はい、ね今回ねいろいろ話させていただきましたけれども、初心者の方のね参考にしていただけたらありがたきでございます。はい、今回ですねいや、さすがに笑う、おーとは笑うよちょっともう一回言われてないんー